ゆとせなです。というわけで今日はですね、何をするんですか。じゃじゃーん。ということで今回はディズニーランドね、爆買いしてきた。イエーイ。総額いくらかチャレンジ。俺らもね、なんかもういくら買ったのか分かんないってぐらい覚えてないの。久しぶりにこんなに買ったの。イエーイ、嬉しい。ご褒美としてありがとうございます。ということで今日はね、たくさん何を買ったのか、開封動画を、開封紹介動画を撮っていきたいと思います。それではやっていきます。ショータイム。じゃあこちらの袋から、なんだっけ、あ、これは主にかぶり物、かぶり物系からじゃあいきます。結構かぶり物をね、シェンたちは買ったんですよ。そう、じゃあまずこちら、セナがつけていたランド内でベルのカチューシャでございます。かわいい、めちゃくちゃかわいい。これさ、ここがさ、バラの柄になっててね、ほらかわいいの。こちらお値段が1800円になります。1800円、かわいい。はい、続きましたらこちらですね。あ、こちら私の野獣ですね。うちゃんのヘアバンド、野獣の、これディズニーでつけてました。結構可愛いアイテムなんです。めっちゃ可愛い。なのでね。おお、びっくりした。こちらが1600円になります。ヘアバンだからね、ちょっとお安め。可愛い。全部可愛い。次、あれセナのさ。え、こんな入ってない。入ってた。おちょこちょい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 。こちら見て、セナ美女と野獣のベルのカチューシャをこれだけじゃなくて、こっちのヘアバンバージョンも買いました。こちらは2100円でした。ちょっとお高めなんだよね、これ。ちょっとお高めな、うるさいだろうが。かわいいの。でも後ろにね、こうやってリボンがついていて、これベルがいますね、ちゃんと。最初ね、これが売り切れって言われたんだよね。そう、なんかこれが結構みんな、これがめっちゃ人気だから、売り切れの話がございあったことだった。そう、これがね、すっごい売り切れるのが早くて、でも入荷はするのよ、ちゃんと。そうそうそう、だから待っていれば、そう、待っていれば入荷するけど、先にだからこれをつけて、うん、セナこれも絶対欲しかったから、これの後にこれをつけた。1日2つで楽しんだ。そうだね。でお話だったと思われましたと思ったとございました。思いすぎです。そしてお次のかぶり物です。たらー、セナずっと欲しかったね、この青と白のアメリカンみたいな感じのカチューシャをやっと買いました。かわいい。後ろはね、なんもないんだけどね。これさ、持ってる子多いんじゃないですかっていうお話なんですけれども、こちらは1700円です。1700円。はい、どうするんですか。やっぱりディズニーには、はい、ミニーちゃんのカチューシャはいっぱいあるんだけど、ミッキーが少ないのよ。そうだね。なんか俺結構色物でコーデしたいから、それスイちゃんの。なんかもっとさ、ミッキーも出してほしい俺。確かにね、うん、お次、じゃじゃーん、じゃーん、やっと買えた。ジェシーとウッディのこれはハット。これハットですね。かわいい。めっちゃ欲しかったこれ。でも今お団子してるからかぶれないんだけれども、これお値段が2900円です。そっちも同じ1800円。お、100円違うんだ。違うんだね。でもさ、なんかこっちの方が高そうだけど。確かに。いつかね、トイストーリーコーデでも行きたいから。絶対する。待っててね、みんなのお話はね。ポッ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 。カメラでこじるからやめよう。うわ、崩れるからやめよう。なんかさ、ウッディのハットの形めっちゃ綺麗なんだけど。こうなってるね、ちゃんと。そうそうそう。だから高いんじゃない、ちょっと。あ、そういうことか。肩、あ、肩が入ってるからか。うん、多分。あ、こっち肩入ってないじゃん。だからなんだ。へっ。うっせ。お次の話。じゃじゃーん。ワンワン物語のレディーとトランプのヘアバンドになっております。とてもかわいい。かわいい、これ。絶対かわいい。これもコーデを2人で組んでカップルで着たいと思います。イエイ。こちら1600円です。1600円。一つね、これここ、そうかもしれないね。ココさんに似合ったりもするね。これクーさんがちょっと、うるさい。おお。お次の話。はい、お次見て、みんなこれセナがね、絶対に買おうって決めてたの。見て、これいくよ。光るの、これかわいいでしょ。もう一つ。そしてかわいい。かわいいでしょ。おお。もういいよ、せっちゃん。そう、これをセナはずっと夜、家庭光らせてここに垂らしてピカピカしてた、ね、そう、ピカピカしてウルトラマンみたいに。くさ。このさ、ここの何、ビーズの感じ可愛くない？そう、可愛いの。ねえ、これさ、ちっちゃい子も絶対好きやし。いや、これさ、ちっちゃい子しか持ってなかった。うん、だからちっちゃい子しかつけねえだろ。わー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 いんだった。こちらはね、本当にお気に入りのものになりました。大好き。
きなベルのキラキラを買ったよ、はいはい、そしたならばキラキラ、ちっちゃい子よって思うかもしれないですけれども、セナはこういうのが好きなものなので、こちらのベルのペンダントのお値段はいくらですか？1900円でした。1900円、はい、光って音もらってさ、安くない？そうだね、可愛いからおすすめ、ベル好きの子はマイクはどう好きというわけで、おパンツを買いました。可愛いこれ、お土産でもらったんで、トイストーリーのパンツをねプレゼントした。そしたら結構履き心地が良かったので、今回はちょっとまたディズニーでおパンツを買わせていただきました。ディズニーに行くときはパンツまでディズニーじゃなきゃね。ということでこちら1900円です。次ね、セナもさこうやって出したりしたい。次じゃーん、じゃーん、これ何だと思うみんな、まずね、スリンキー、2人ともこういう紐のおもちゃが好きだから、そう買ってあげたね。これは1430円で、これで遊んでる様子はサブちゃんであげようかなって思います。絶対好きだよ、やつら、やつらは。へえ、お次、これさ、誰が買ったの？うちゃんがなんか買っていたの。こちら、あのベイマックスのですね、最初のロボット、ロボットファイトみたいな。そうそうそう、それのキャラクターなんですけど、これ、つぼ押しです。本当につぼ押しなんだ。うん、つぼ押しって書いてある、これ。あ、本当だ。でも俺はこれなんかバッグとかにつけても可愛いかなと思って。確かに。ちょっと相棒にしようかな。あ、そういうのつぼ押しにいいわ、これ。あ、本当？もらいまーす。おお、こちらが1400円でした。はい、お次のお客様、こんばんはいらっしゃいませすいませんすいませんこちら、あ、これはあのプチプチを買いました。このね、ディズニー専用のいや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 臭いというわけで、こちらマグカップ買いました。じゃーん、イエーイ、俺の勝ち。絆創膏貼ってた、気づかなかった。面白い、見てマイクワゾースキーのね、セナはサリー、ほら可愛い、めっちゃ可愛い。しかもね、これね、すごいのが、うん、ちゃんと立体的なの。そう、ボコってなってるの見えるかな、目地でね、ここから見たら分かると思うんだけど、そう、こうやってね、ちょっとボコってしてたりしてて、そういうとこまで来られていて、しかも電子レンジ OK、 オーブン OK、 食器洗い機 OK だって。あー、めっちゃいいね、すごいね、はい、あ、こうやって持ったら、あ、何もない。というわけで、そう、2人でね、お揃いのマグカップ欲しかったの。乾杯ということで、モンスターズインクのサリーとマイクのマグカップを購入いたしました。うっちゃん変なことしない。これはお一つ1200円ですね。かわいい、これ、これもね、たくさんの種類があったよ。次の話、ポーン、こちら、じゃあ歯磨きですね。歯磨き立て、歯ブラシ、歯ブラシスタンドです。じゃん、リトルグリーンメンです。かわいい、めちゃくちゃ。リトルグリーンメンとシャネコ、シャネコ、これを二人でね、洗面所に置きましょうよっていう。そう、かわいいでしょ。こんな感じでちゃんと歯ブラシまでついてくるの、いいよね、かわいい。こちらがお一つ1900円となっております。1900円、まあまあの値段よね。そうだね。お次の話、お次はちょっとでかいよ。せーの、じゃん、めっちゃかわいい、これクレイセーナ一番お気に入りかも。かわいい、これなんかちょっとさ、レトロっぽい感じ、ヴィンテージ感がある。そう、ヴィンテージ感あるミッキーミニーなんだし、こっちにもね、ミッキーフレンズたちがいますね、たくさん乗っててね、かわいいの、カラフルで、これ見た瞬間、うん、え、これ絶対お家に置いたらかわいい。いや、もうこれはもうかけますって言ったんだよね。よし、せーちゃんが持ちたいこちらのお値段は3000円。こちら3000円です。一番高いね、やっぱり。お次のファンの次は食べ物になります。せーの、ポーン。え、なんでか見せなきゃねばいけない、さっとさ思ったのならば、こんばんは何の歌こちら、みんな絶対に大好きだよね。大好きな、じゃあチョコクランチですね。ね、今一つ食べよう。今食べるか、うん、これ本当に美味しいよね。これさ、お土産とかでも結構定番だよね。これお土産とかでも結構定番なんだけど、ね、同じことを言ったりもすることは、しようとせんとさーい、しようとせんとさーい、しようとせんとさーい、うるさいな、しようと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 せんとさーい、うるさいよ、うるさいよとか言いながらちょっと波に乗っかってんじゃん。やめてやめて皆様誠に申し訳ありません。ごめんなさいました。動画のデータがなくなってしまったことにより、みちゃんが消してしまったからねただいまからラジオ放送でお送りしたいと思います。ゆたせなラジオ、ようこそ。こちら、じゃーん、
これはセナが買ったプリンセスのヘアピンです。かわいいね、とても。そう、とっても可愛いの。これはおいくらですか？1200円でした。お気に入り、これからたくさん使うの。お次、こちらはバターカップとブーの、ブーとマイクとブーのぬいぐるみとかのマイク2人いたけどモンスターズインクのブレスレットと、はい、トイストーリーのバターカップのブレスレット。これはお一つ1600円ですね。そう、超可愛いよね。これ可愛い、ディズニーでもつけてました。そう、はい、そしてラスト、こちらピアスですね。そう、これもすっごく可愛くって一目惚れして買いました。2000円ですね。そう、9個もついてんだね、これ。そうだよ、たくさん使えます。めっちゃいいね。お揃いしようね。はい、というわけで今回皆さん動画を見てくれてありがとうございました。ございまして、最後の方は声の出演のみになってしまいましたが、最後まで見てくれてありがとうございました。はい、総額ですね、総額がなんと4万円以上になりました。久しぶりに爆買いしたね。うん、とっても嬉しいお買い物になりましてございました。破産してしまいましたが、でも嬉しいお買い物だからいいのさ。そうだね、うん、というわけで今回俺らが買ったディズニーグッズの中で可愛いとか欲しいものが、欲しいとか持ってるとか持ってくれた人はチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。それではバイビー。My friends and